はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員靴沢亮司でございます。靴沢さん頑張ってニコニコ様、松本様ご支援ありがとうございました。 K ヨッシー様ご支援ありがとうございました。ヨッシー様葛飾区ポスもご協力いただいて、その上お金までいただいちゃって誠に誠に誠に恐縮であります。ヒックスボソン様、大和恵子様、橋本様、春日様ご支援とお手紙ありがとうございました。こちらは直接届いたご支援とお手紙であります。ガコちゃん様、対馬陽子様お手紙ありがとうございました。お二方ともご支援何度もいただいちゃって恐縮しております。私へのお手紙の送り先などはですね、動画コメント欄のすぐ上のですね、動画のですね、チャンネル名靴沢亮司なんて書いてある、ちょっと下の 4,5 行下のですね、もっと見るっていうのをクリックするとですね、現れます。私の送り先住所がですね、知らない方も多いんで、ご利用ください。よろしくお願いいたします。生物とか送るのはご遠慮ください。よろしくお願いいたします。業務連絡、高橋淳也葛飾支部長は早急に選挙広報関係の書類をこちらに送ってください。原稿を貼り付けて送り返します。早急によろしくお願いします。こちらの手違いでですね、2回目、ちょっと勘違いしてて、それも送ってくれっていうのを忘れちゃってすいませんです。今日ですね、実は病院行ってきたんですけれども、入院前の最終確認みたいな感じでですね、いろいろ説明ありまして、この手術やる人は、肺がん、摘出ですね、やる人はこんな感じでこんな感じでこんな感じになりますというような説明も受けてまいりました。どうもですね手術当日、翌日、次の3日間ぐらいは集中治療室だって。身動き取れねえとやだなと思いますけれども、で1日目でも2日目でも、当日でも次の日でもですね、自分でこうベッドから起きてトイレ行けるようになったらば、尿道カテーテル外しますということで、頑張って歩かないとなーって、そんなような暗い決意をして、来ておりました。で、こんなに動画撮る時間が遅くなってしまいました。申し訳ありません。皆様、夕べの地震は大丈夫でしたでしょうか。千葉と埼玉の被害が大きかったようです。あと東京の上の方、足立区とか、テレビは東京の被害しか伝えませんけど、キー局ということで、キー局は東京の被害伝えて、埼玉は埼玉の地方局、千葉は千葉の地方局が伝えるっちゅうことになってんのかな。豊島区は震度4でした。結構揺れました。夜間のうちにですね、議員に被害状況に報告がありまして、豊島区の混乱はですね、池袋駅タクシー乗り場、夜中の2時ぐらいですよ、東口西口ともに100名ぐらいの列ができたぐらいで、大幅な建物の損壊とか水道管の断裂とかはなかったみたいであります。危機管理課がですね、来庁可能な職員を緊急招集したそうで、お疲れ様でした。こういう時は知事や市長や区長などですね、絶対的な権限ある人、はともかくですね、議員はしゃしゃり出てはいけないそうです。議員がですね、すぐにしゃしゃり出て様子はどうだなんていうと、職員がそれに対応しなくちゃいけなくて、人で取られて邪魔そのものだから、議員は行くなと。議員は混乱が収まってから様子を見に行くのがフェオリーだそうであります。震災経験からですね、中くらいの揺れの直後に大荒れあるんじゃないか、なんてちょっと超緊張しちゃいましたけど、昨夜はね、震災で2日前の3月9日にですね、中規模地震があったそうで、明日明後日はご注意をください。風呂に綺麗な水溜めておきましょう。震災経験者のアドバイスであります。それでトイレ流せる、洗面器とか手桶で
ガバガバワって水洗トイレ。まあ今時ぼっちょんはないでしょうから。手洗ったりですね。あとは煮沸して飲むなどできます。まあ背に腹変えられませんので、ちょっと沸騰させて、殺菌して、やむえねえ。他に飲むもんねえ。なんて時は、飲めもいたします。綺麗な水を貯めとけば。ですかね。自分で使っちゃった後の、風呂を、いくら沸騰させても、ちょっと抵抗あるでしょうからね。私、震災トラウマでですね、蕎麦屋さんなんかにですね、まあ、高い棚にですね、高い日本酒が飾ってあるのとか見ると、危ねえなーって、つい思ってしまいます。23区で23箇所の水道管破裂がありました。朝まで完全復旧したそうであります。さすがね、世界最大の水道業者、東京水道局であるなぁ。と、職員が交代で詰め所止まってんだって、普段から。で、こういう時に、さあっつって出動できるみたいですね。その道具とかなんとか、抱えてですね、すぐ行っちゃう。普段の備え、頭が下がります。鉄道網ダイヤは、朝になっても復旧せず、入場規制や長蛇の列があったそうであります。朝8時の時点で、首都圏の国鉄全線に大幅な遅れと。国鉄って JR のことですからね。ケツの青い若者は、これを機会にですね、覚えてください、この言葉、試験に出ます。JR のことです。国鉄は、おっさんが好んで、使えます。おっさんが国鉄と言ったら、あ、JR のことなんだ。と、すぐ、ピンと来てですね、国鉄ですよね。と、話を合わせてください。強制ではないですけど、NHK が嬉しそうにそれを報道しておりました。敗北主義者の NHK はですね、日本はもうダメだって言いたくて仕方ないからな。すぐ復旧してもですね、NHK はそれを決して報道しません。ダメな部分だけ報道して、復旧すぐしました。なんてことは、全然報道しません。その理由は、千年王国、ウィキペディアで検索をお願いします。ウィキペディア内で千年王国って検索してもいいですよ。敗北主義者はとにかく日本がダメで、悪に染まってないと都合悪いんでね。好きあらば増税、すべて奪い、すべて配分する権力を得たい。まるで北朝鮮のキム国王になりたい。財務省はですね、政権変わったとさくさで、生きてました。しかも新政権がですね、それに若干迎合してるのが非常に心配であります。そうでなくても帝国はですね、実質税負担率 46.1% の超重負担国家だぞ。財務省と連中の暴走を止められないですね、自民党のせいで。超重税国家。46.1%。もうちょっとでご公務員じゃねえかよ。もちろんこれはですね、国保税とか、年金とか、まあ、実質税金ですね。それも含まれますけれども、もうどうよりも高いんですよね。矢野安治っていうのかな。工事かな。わかんねえ。安治かもしんねえ。財務事務次官。これは財務省トップであります。が、文藝春秋11月号に寄稿し、異例の政治主張を繰り広げました。これまあ、官僚ですよ。行政ですよ。政治が決めたことを黙ってやる側ですよ。憲法で言ったらば、国民の国民による国民のための、違うわ。選挙で選ばれた国民の代表の命令を受けて、それを実行する手足。官僚、機構、のはずなんですけどね。どの党も政策もばらまき合戦のようだ。日本は先進国で、ずば抜けて大きな借金を抱えている。タイタニック号が氷山に向かって突進しているようなものだ、なんて書いちゃって、文藝春秋に。ようやくはですね、増税しないと、日本は滅びる。聞かせてもらった。日本は滅びる、なんだってみたいな、そんな感じなんですけど、ネットの話。国を潰す気満々の財務省。連中は家計簿、経済しか知らんのか。全くですよね。国家にはですね、通貨をするっていう大権力があんだから、ね、家計簿みてえなわけいかねえんですよね。現職の事務トップが何やってんねん。そうだよね。政治的主張するんだって、
選挙で選ばれたわけでもねえのによ、選挙で選ばれたわけでもねえのによ、選挙前にこれ言って自民党に怒られないって舐めてんだろうなというような意見がありました。財務省のあの究極の目標はですね、全てを奪って全てを配分する権力を得たいっていうのを知ってれば理解は容易であります。このあの財務省トップの発言もですね、まあ10年ぐらい前のことなんですけど、他国にですね、あの日本国債の多額差を指摘された時の財務省の反応がですね、日本国債は世界一金より破綻しない、なぜなら対外資産がこんだけあってみたいなことを反論してたんですよ。真逆、全然真逆、どこがタイタニックなのって話、外国にはこう言っておいてさ、帝国民向けにはさ、真逆なことを言うと、それもこれもですね、究極目標、すべて奪ってすべて分配して、この究極目標、つまり実質税負担率 100% にしてってことですよ。財務省の究極の目的が。で、あの俺らが全部配っから、配る率は、配る額は俺らに任せろっていう大権力、なんだその紙のごとく、神のごとき権力はって話なんですけどね。税率上げることも財務省は熱心ですけど、新税を創設するのも非常に熱心であります。新税作ったからといって他で減らすわけでもなく、ただただ税率が増えるだけ。新税作ればですね、新しい税金作ればですね、天下り先も新たに作れるからです。新税にも熱心と。なんで官僚が政治活動やってんの、議会で決まったことを粛々とこなすのが使命だろって書き込みありましたけれども、全然そうでないです。官僚はですね、特に中央省庁の官僚はですね、自己利益のために政治活動しまくってます。総務省はですね、あの NHK に有利な法律を通そうとしてですね、自民党議員を、毎日毎日騙そうと励んでおります。 NHK に限りですね、20時以降、夜8時以降に訪問しても罰せられない。他の業者は罰せられる、迷惑行為として、NHK だけ罰せられないっていうですね、とんでもない特権を議会通さず省令で決めたりしてるしね。まあまあ、政治活動をやってるってことですよ、官僚どもは。特にね、騙しやすい自民党議員を騙して、物知らない自民党議員を騙して、まあ欺瞞の毎日っていうんですか、政治家を騙すことが私の仕事です。言ってみろ、堂々と。鈴木俊一新財務大臣が財務省の暴走を抑えられないか、麻生さんから変わりましたね。で、期待もあるんですけど無理そうです。結論言っちゃいますけど無理そうっす。10月7日鈴木財務大臣、持続可能な社会保障制度、危機発生時の対応留力を確保するためにも財政健全化が必要と発言しておったんですけれども、これね、財務省とか財務大臣が言う財政健全化のってイコール増税のことだから本当に嫌になりますね。支出減らすとかは一切考えないで、ただただ増税したい、財政健全化のためです、増税したい、そればっかし言ってる。まあ、究極目標のためですね。ネットなんです。選挙前に言うことがバカ、有権者舐めてんのか。まあ、増税ってことを皆さん薄々分かってるんですよ。この人自分の言ってることを意味分かってなさそう。清和会から宏池会になり、何が変わるのかを見てみよう。清和会っていうのはあれなのかね、麻生派は志向会って言ったな。清和会って細田派、いわゆる財政健全化を一度脇に置かない限り、デフレから脱却できないことは証明済み。40年近くこれやってきて、非成長を脱却できてないこと、いかねんに気づけよ。まあ、財政健全化って言って、政府支出を抑えて増税しまくる。民を痛めつける。仁徳天皇の、仁徳天皇陵の石でも飲めって、あやがってという話なんですけど、鈴木俊一、68歳。父は鈴木善幸、元総理大臣、特に亡くなってます。麻生太郎夫人、麻生千佳子さんは姉。鈴木俊一新財務大臣の姉が麻生太郎夫人、つまり、義弟ってわけですね。麻生さんにしたら、義理の弟っていうわけですよ。奥さんの弟。いうことね、つまり誰が総理になろうと麻生路線だな、K
継続だな。ああ、血縁で、固く繋がった。だって議定だもんね。麻生さんが財務大臣だった9年間のですね、実質税負担率はどうなかったかっていうとですね、40% からじり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 、毎年毎年上がって、現在 46.1% であります。つまりですね、麻生路線継続では、今後もじりじり増税されんでしょうね。まあ、ちょっと絶望しちゃいますけど、日本最大の敵って、中国でもなければ韓国でもなくて、財務省じゃねえのかな。二次番悪いのかな。NHK も悪いよな。岸田総理が先日静岡でですね、財政拡大するって演説したのも真逆のこと言ってますね。鈴木俊一財務大臣。まあ、新大臣ね、完全に財務省に取り込まれてますよ。洗脳されてますよ。あと、麻生さんね。麻生さんも取り込まれちゃってましたけどもね。血筋だけで大臣になったバカなのかな。麻生太郎の義弟で、元総理鈴木善幸の息子で、血筋だけで、実質税負担率って何ですかって言いそうですね、この新財務大臣ね。もう絶望っすね。とは言っても立憲なんかに政権交代されては困る。困るわけなんですけど、まあ全員当選でも数不足で不可能っていうのは昨日の動画をご覧ください。立憲の数が増えても困るんですよね。ますます国会審議妨害活動、地対戦とされてしまうんでね。入管の入管法改正、今回見送りになっちゃってね、妨害のせいでね。次の衆院選も油断せずに、立憲と共産の議員の数を減らすことを心がけましょう。民主党政権の地獄を思い出せ。立憲と顔ぶれ一緒やぞ。あらゆるとこで騒ぎでもありましょう。立憲の唯一にして最大の支持組織、日本労働組合総連合会、略して連合なんですけど、長らくですね、神津力四つ無能の無能が会長務めたんですけど、任期満了で新しい会長にいつの間にか変わってました。次の会長募集したんですけど、なんと誰も手を挙げず、どうなることかと思ってたんですけど、いつの間にかですね、吉野智子さん55歳という方がですね、副会長から繰り上がってました。押し付けられたんですかね。立憲が連合の宿敵共産との協力を閣外協力でしかも限定的でって何とかごまかそうとしていることについて新会長、閣外協力もありえないと全否定しました。ネットなんです。どうすんのこれ。選挙前から早くもグダグダ。その程度の党を支援してきた連合もその程度の組織なんだよ。神津力雄はその程度の男でした。こいつバカなんだなぁって呆れたことを何十回もあります。連合そのものが分裂消滅する事案。連合はもう一から政党作り直したら、宮北、枝野、安住、蓮舫、長妻、なんか全特化してさ、もう県立とか、県立民主党とか、適当でいいからさ、新しい党作ったらいいんじゃないの。トヨタ総連は連合離れて自民支持に回ってますが、それは万が一にも与党はなれんから心配ない。連合が枝野に舐められてんだわ。飼い犬のしつけがなってないぞ。神津力雄はね、本当に自分で何にも決められないダメ男だったんですよ。私もね、あぎれたこと何時間、たまに下した決断もですね、立憲と民民は仲直りしろ、いいからみたいなバカ命令下してですね、誰からも反発食らってました。電力労連とですね、自動車総連に支援されてる、支えられてる民民がですね、反原発カルトの立憲と組めるわけないじゃんか。電力労連って東部電力とか東京電力とかそこら辺ですよ。人ら労働者だってもですね、原発動かして会社も動かった方が俺らの給料上がるような分かっていくから。神津力雄は本当にバカで無知の究極体でした。飼い犬立憲の程度見ればですね、飼い主連合の程度も分かっちゃいますけどね。連合新会長吉野智子さん55歳、なかなかお綺麗な方であります。バレリーナだったそうなんですけど、産業用家庭用ミシン製造の樹木あるいは重機株式会社出身、18歳で入社、叩き上げなんだ。高卒からの叩き上げ、15年間普通に勤務し
樹木の労働組合の執行委員になりました。それから今までですね、先住歴、労働組合先住は22年間、ベテランですね。究極無能の力夫よりも、無能ってことをありえんのかな？あれ以上の無能って、この世に存在すんのかな？そんな人間な。ちょっと信じがたいんですけど、ないと信じたいであります。共産党、ただ閣外協力はありえないって言ってましたんで、共産党以外は連携していいってことなのかな。そんなことはありえませんが、立憲候補者216人が全員当選したとして、そんなことはないんですけど、維新とか民民に連立求めて過半数超えて与党を名乗るっつのはかって言ってるのかな。だが実際に選挙協力してるのは共産党ですよ。立憲が選挙でいい成績取ってね、そんなことはないんですけど、全員当選なんて快挙を成し遂げてですね、今まで協力してくれた総工の妻共産党をボロ雑巾のように捨て去ることなど道義的に許されるんでしょうか？でしょうか？私、こういう人、リアルで知ってます。かからないようにしてます。つまりですね、奥さんと離婚して、新しく若いような、偉くなった途端に、それまで支えてくれた奥さんと離婚して、若い新しい奥さんをもらった人、何人か知ってますけど、ダメだな、この人。で、かからんにしてます。戦後共産党のせいで死亡した人数は推定約1万人と言われてますけど、そんなおっかないですね、総工の妻を捨て去ることなんか、そもそも可能なのか。おっかないですよ。総工の妻は、鬼女どころじゃないですよ。鬼女どころじゃ。そんなことになったら、共産党100倍返しするよね。まあ、それはそれで、両者共倒れ希望なんですけどね。まあよくある話ですよね。例えばですけど、売れないバンドマンを応援してた女の子、生活の面倒を見てやってなくて、で、バンドがバーって売れたら、その女の子を捨てて、新しく、そんな話はよく聞きますけれども、まあまあね、女の子の方は、そういう冴えない、それが不思議なもんで、ジャニーズファンいるじゃないですか。ジャニーズファンね、まだ人気出てないグループを応援したい間にやってるのもいるらしいんですよね。あんまり人気出てるグループは全然興味なくて、まだまだ全然人気出てないグループに目つけて、一生懸命応援してですね、まあ育成するわけですよ。金も、時間も使って。で、そのグループが売れて、有名になったら途端にね、興味なくしちゃって、また違う売れてないグループを、見つけに行くみたいな、そういう育成ゲーム好きなジャニーズファンっていう方も、いず出てきちゃった。いるらしくてですね、一概にその売れてないバンドマンを応援する女の気持ち、もう一概にですね、かわいそうとも言い切れない部分はあるんですけれども、売れた途端に、小金持った途端に、今まで応援してくれた人を捨て去るなんて、ちょっと私は、どうかと思いますよ。特に女の人をですね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。